ニング。文句言うだけなら誰だって。ふざけるな。そうはヘビローごっこじゃない。何を言ってるんだあんたは。やめるんだチン。切り込むぞ。やめろ。テイク。そんな好きだって。テイク。いい動きでしたね。成績にも現れてます。平大和、本当に不幸だった。彼は気の毒に思っているよ。彼がもっと早く自分を知っていたら、君たちのようにその力と役割を知り、それを活かせる場所で生きられたら、彼自身も悩み苦しむこともなく、その力は称えられて幸福に生きられただろうに。